来賓を代表して鈴木幹夫甲州市長からご祝辞をいただきます。甲州市長鈴木幹夫様、お願いいたします。新しい年、令和3年の幕開けとともに、本日晴れやかに成人の日を迎えられた354名の皆様、誠におめでとうございます。心からお喜びとお祝いを申し上げる次第でございます。またこの日を迎えるまで、皆様のことを慈しみ育ててこられたご家族の喜びもひとしおのことと推察し、心からお祝いを申し上げます。さらに長年にわたりご指導ご支援をいただきました教育関係者や地域の皆様方にも改めて敬意と感謝を表する次第であります。晴れて大人の仲間入りをされた皆様、これからは自らの力で人生を歩んでいくこととなります。そしてそのそばには今まで支えてくれた大勢の方々の存在があります。家族や恩師の方々、また仲間に感謝を伝え、これからは社会に貢献できる大人へと成長されることを期待をするものであります。思い起こせば、皆様は20世紀から21世紀へ変革するその節目の時期に産声を上げ、平成の時代とともに成長し、令和の新時代に成人となられました。皆様が歩まれてきてこの20年、社会ではさまざまな出来事がありました。その中でも新型コロナウイルス感染症の蔓延はひときわ大きく、これまで私たちの持っていた価値観や根本から変わってしまった出来事であると言えるでしょう。しかしながら、このような状況下であっても変わることのない価値観もあります。ご自身のふるさとを思う心、これは変わらずに持ち続けていただきたい。そしてこれからは皆様が主役となり、若さあふれるその発想力と行動力により、ふるさとを盛り上げていただきたいと思います。このように不安定な社会情勢の中でも、実行委員を中心に企画立案し実現した本日の式典のように、ウィズコロナの時代でも持続可能なふるさと甲州市のまちづくりには皆様が主役なのであります。希望にあふれる皆様の将来、その選択肢の一つとして、ふるさとでの暮らし、ふるさとでのまちづくりを考えていただきたいと思います。そして誰もが愛着と誇りを持てる甲州市を皆さと
共にワンチームとなり築き上げていくことを願うものでもあります。結びになりますが、皆様方の輝かしい門出を心から祝福するとともに、悠々たる前途に向かってご活躍されますことをご祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。令和3年1月10日甲州市長鈴木幹夫。ありがとうございました。甲州市から記念品が贈られます。鈴木市長は演壇までお願いいたします。記念品が授与されます。新成人を代表し副実行委員長の古谷慶章さん、お願いします。新成人者は起立してください。おめでとうございます。新成人者礼。ここで新成人者354名を代表して20歳になった決意を込めて村松智香さんに抱負を語っていただきます。20歳の抱負。本日私たちは成人となりました。今の私たちは新しく広がる世界への不安がある一方、これからの自分自身の自由や新しい挑戦にワクワクしています。私たちは成人したといえ、まだまだ大人とは程遠いかもしれません。社会のことを知らない私たちはたくさんの失敗をし挫折をします。もしかしたら大人として不適切な行動をとってしまうこともあるかもしれません。しかしその小さな失敗を繰り返し改善することで責任のある大人になりたいと思います。その中で今まで両親や周りの大人に支えられたことに感謝をし、自分が支える立場になれるよう努力をします。自分の人生を振り返ったときに、両親や大人にしてもらって嬉しかったことや助かったことを今度は人に返してあげることができる、そんな大人に私はなりたいです。社会人としての責任を持ちつつ、新しく広がる自由な世界で自分の夢や目標を追いかけて社会人を楽しみたいと思います。令和3年1月10日新成人者代表村松智香。新成人者メッセージに移ります。二十歳という人生における大きな節目を迎えた今日、私たちはいろいろなことがより自由に行えるようになりました。何をすべきで自分がどうあるべきか、より考えながら模索しながらこれからの生活を送りたいと思います。演山中出身、兵藤たつき。ここまで成長してくるのにたくさんの人の支えがありました。その方々への感謝の気持ちを忘れず、夢に向かって努力していきたいと思います。演山中学校出身、繰り上げ賞。ここまで育ててくれた両親、そして周りの人々に支えられて今日の成人式が無事に迎えられたことに感謝します。日々勉学に励み、国家試験に合格することを目標に
周りの人々に恩返しができるよう、常にありがとうの感謝の気持ちを忘れないような人になりたいです。円山中学校出身、中山結衣。お父さん、お母さん、いつも迷惑をかけてごめんなさい。今、私は友達と一緒に新しいところに行ってみたり、まだ挑戦したことのないことに挑戦する毎日がすごく楽しいです。これからもよろしくお願いします。円山中学校出身、村松智香。これまでに出会ったたくさんの人に支えられて、無事に二十歳を迎えることができました。これからも感謝と思いやりの気持ちを持って、夢に向かって頑張ります。そしてお父さん、お母さん、ここまで育ててくれてありがとう。これからもお世話になります。円山中学校出身、小野あやめ。多くの県が中止や延期を決める中、本日無事に成人式を迎えれることを嬉しく思います。今の私があるのは多くの人の支えがあってこそだと思っています。その方々への恩返しと一度きりの人生を精一杯楽しみながら、チャレンジ精神、向上心を忘れずに日々成長し続ける大人になりたいです。勝沼中学校出身、川上夢香。本日はこのように無事成人式を迎えることができてとても嬉しく思います。昨年は大変な1年でしたが、今年は社会の一員として自分自身の言動に責任を持ち行動できる人になります。大和中学校出身、山下明日香。今年は4月から新しい環境での生活が始まり、期待と不安がありますが、今までお世話になってきた方々に恩返しができるように立派な大人になりたいです。大和中学校出身、塩野ラム。続いて司会の私からもメッセージを伝えたいと思います。今まで私のやりたいことを一番そばで応援してくれた両親に感謝しています。二人の応援があったから私は何事も頑張ることができました。成人を迎えたこの機会に責任のある行動を心がけ、恩返しできるよう私らしく頑張ります。